はい、今回はこの HGD プラスゴジラ03ですね。はい、ゴジラ2016、シンゴジラの第4形態ですね。これは、アナザーカラーバージョン、再現、再録、アナザーカラー再録バージョンとなっております。まあ、要は、形をリサイクルして、ちょっと色だけ変えてますってやつですね。なんかもうぶっちゃけちょっともうゴジラ、シンゴジラのガチャガチャはちょっと飽きました。もうなんかもうなんでこのもうゴジラ03で、もうちょっと終わりにしてほしいぐらいですね。ただまあちょっとシンゴジラの、この知名度とか人気がだいぶ高いので、この鎌田くんもそうなんですけども、第2形態ですね。やっぱりこう入れることによってちょっとなんだろう、こうプロモーションというかなんかこうあるんですかね、そういうこれはやっぱ入れときましょうとかチョイスあるんですかね、わかんないですけど。でこれこっちが同じくアナザーカラー再録バージョンと言われてます。うん、なんで前に出てたその HG シリーズのシンゴジラのやつと、もう色が違うだけですね。うん。に、プラスその、このジオラマのものがついたっていう感じ?ジオラマがついたので、まあ、ここで登場してるって感じですかね。うん。で、このシリーズはぶっちゃけあんまシンゴジラ興味なかったんで、こっちの方がだいぶテンションが上がりました。この2つですね。はい。でまずこの、ガイガンさんですね。このガイガン1972、まずこのカラーがこのだいぶすごい。あとこのなんかこうずっしりとしたなんか重みが、はい。でなんか口開けてなんかちょっと威嚇中みたいな感じのこの再現、このなんか筋肉ムキムキモリモリ感とか、だいぶこのガチャガチャでここまで仕上げてくるっていうのはすごいなと思いました。なんかこれは結構テンション上がりましたね。あとこのガイガンのこのなんか黒っぽかったりなんか緑っぽかったりとか、なんかいろんな色を出してくるんですけど、ここのちょっと明るいブルーっぽい感じの塗装のガイガンが僕一番好きなんで、これもこの色で再現されたのがすごい良かったなと思ってます。でこっちがシンゴジラじゃなくて間違えた、ミレゴジですね。ゴジラの1999かっこ2000 ですね。でこの何かな、背びれすごいでかくないですか、これ。なんかこんなにある、こんな体よりボーンでかい。そうですね。あとこの顔、だいぶ映画の顔よりだいぶなんかもうリアルな感じになってます。何がリアルっていうか、なんか実際なんかちょっと映画とか他のフィギュアとかでも見てたらミレゴジって結構もうちょっとなんかもうなんかチャッチー感じがするんですけど、なんかこのミレゴジはなんか本当になんかリアルにいたらこんな感じになるのかなっていう形相してますね。うん、このなんかミレゴジはだいぶなんか雰囲気がちょっと違いますね。こちら HGD プラスゴジラ03でした。はい。